伊藤正則、伊藤正則、伊藤正則、1948年10月22日体は、日本中央競馬会の調教師、騎手。1968年に騎手デビュー。1987年の引退までに、ラッキー・ルーラによる東京優秀、日本ダービー優勝、メジロ・ィターンによる天皇賞、秋優勝という実績を挙げた。 1988年より調教師として開業。GI 競争に優勝した管理場に1999年の安田記念とマイルチャンピオンシップに優勝したエアジハードがいる。また JRA 通3 4 4 7章を挙げた騎手、後藤博樹は門下生である。それぞれ騎手、調教師を務めた伊藤正志,志郎は父、伊藤裕二は義兄。 1948年10月22日、北海道に生まれる。当時、太平洋戦争後の混乱期であったこともあり、両親は離れて暮らしており、父、ただし志郎は阪神競馬場で調教師として活動、母は静内町で美容室を営んでいた。正徳は母元で育っていたが、小学校卒業直前に聖志郎が結核に倒れ、 見舞いに駆けつけた病床で、ただし死郎から、騎手にならんかと誘われる。ただし死郎は、間もなく死去。昭徳は、その遺言を入れて、宝塚市に移った後、中学卒業後に、中央競馬の騎手養成長期課程に、第十五期生として入所した。同期には後にいずれも、騎手検証者となる、福永洋一、岡部幸雄、柴田正虎がおり、後年この十五期生は、 花の十五期生と称される。父の死でもあった、小形東吉に所属し、1968年に、騎手デビュー。都偵制が、色濃く上下関係が厳しい時代にあって聖徳は、兄弟子を差し置いて、多くの騎乗機会を与えられた。同年秋には、フリー,イートターフに騎乗して、東京生涯特別を制し、重賞初勝利を挙げる。以後も毎年の重賞勝利を重ねた。 10年目の1977年には、ラッキールーラで、日本ダービーを制覇。これは1938年に、徳政で、同競争を制していた。ただし、素人の史上を2組目の親子制覇となった。1981年9月27日、死の大型が89歳で死去。その約15分後に、聖徳はメジロティターンで、セントライト記念を制し、 小形最後の重傷勝利を挙げた。聖徳がその死を知ったのは競争後のことであった。小形旧者は息子の森継に引き継がれ、聖徳とティターンのコンビは、翌1982年に天皇賞、秋を制覇。これは、聖徳、森継、ティターン、いずれもが、不死制覇という、珍しい記録を伴った。1987年2月19日。 長教師免許試験に合格、同28日の起乗をもって、騎士を引退した。最終日に一勝を加え、通算2115282勝、うち8大競争2勝を含む、重賞17勝。管理馬房に、飽きがなかったことから、藤吉の孫、小形光弘の旧社で1年を過ごし、1988年より開業。 1990年に管理場、ウィナーズ・ゴールドがクイーン・ステークスを制し、調教師としての重賞初勝利を挙げた。1995年には関東4位、全国11位の31勝を挙げ、優秀調教師賞を受賞。1996年にも34勝で前年に、続き関東4位、全国6位の成績を残し、同賞を2年連続で受けた。 1999年春、管理馬、エアジハードが安田記念を制し、調教師として GI 競争を初制覇。同馬は秋にもマイルチャンピオンシップを制し、同年の JRA 賞において最優秀短距離馬と最優秀父内国三馬の2部門に選出された。1992年に伊藤九社からデビューした後藤博樹はデビュー3年でフリーとなり、 1996年のアメリカ滞在以降に大きく飛躍し関東の有力機種となったが、その頃より、聖徳の管理場への騎乗はなくなり、何らかの確執を生じたとも噂された。しかしやがて両者は再び接近。2003年には、後藤が騎乗するローエングリンが二重賞を制したほか、フランスの G1 競争ムーランドロンシャン賞で二着といった成績を挙げた。新人の頃から、 国際志向が強く、地に足のつかない後藤を、聖徳は幾度もたしなめていたが、その一方で、後藤の英語学習の費用を負担するなど陰では、応援していたのだという。以後、指定コンビでは、ローエングリーンのほか、エアシーででも2009年にアメリカジョッキークラブカップを制した。しかし後藤は2012年より、大きな落馬事故が重なった後、2015年2月に、 自殺する。聖徳は、俺より先に行くのは卑怯だ、一番の親不幸だと言いたいが、それ以上に苦労していたんだと思う。度重なる怪我が原因とは思いたくないけど、張り詰めていたものが、プツリと切れてしまったのかもしれないなどと語った。4月5日には、中山競馬場で後藤を送る、メモリアルセレモニーが開かれ、挨拶に立った聖徳は、弟子を取るときに、 歌の上手い子しか取らないと言っていたら、本当に上手い子が来た。うちの馬ではあまり飼っていなくて、私は口うるさいだけの師匠でした。後藤博樹は、私の子供、こんなにいい子はいない。記録に残る騎手はたくさんいるけど、後藤は記憶に残る騎手でしたと語った。騎手時代の1980年に歌手として、俺でよければ、作詞、作曲、 四田昭人という EP レコードを発売し、10万枚を売り上げ、シルバーディスクを獲得している。2015年には、ミルファーム代表の清水聡氏がこの曲から命名した、俺で良ければが、管理場となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。